ーリーを追体験することができるよ。先か。ルミリオン、お前の始めるか。私が本音を問いただすと、人はいつも嘘をついていた。なぜ嘘で作ろうのか問いただすと、人はうろたえ私から遠ざかっていった。私はただ信頼できる友が欲しかった。仲間になってくれ。お前がいてくれると心強い。執念、斧が痛みなど若の宿願に比べれば小さなもの。若さいれば8歳かいは。若は私を共に歩まねば。若撃て大和。中将どこ。この弾の重みは8歳衆の中で唯一私だけは知っている。無駄打ちはできない。投下するあの男に一発で当てなければダメだ。若が弾を放った時点でもう気づかれている。思考ほんエリちゃんを。もう君を悲しませない。もう痛い思いはさせない。ファイナルラウンドレディー。成功しやしたぜ。これまでは数日で回復してしまう二段性品でした。随分かかった。効果を維持するところから始まり、これなら完全に個性を消滅させられる。触れる。ただ時間とコストがかかりすぎる。独学のチンケな設備だからだ。しかるべき環境を整える。オール・フォー・ワンが消えた今の小さな、もたもたしてる自分が壊して。ノーレンだ。おろっ。せー。怯えた。見切ったよね。攻めるよ。はー。せー。や、そこだよね。触れるぞ。よく見る。よいしょ。まずそこ消えたれ。おら、いってて。うわ、それ加減に。すいや刺さる。ほっ加減に。消えたれ。おら、強いね。加減が配るなよ。ほっ消えたれ。おら、消えた。だって動け。ウィン。ああ汚いな。これだから嫌だ。ニューストーリー。笑えるな。食おうとしたその子の力でお前の培ってきた全てが今無に帰した。何もこれまでの全て何も無駄にはなってない。俺は依然ウミリオンだ。ヒーローになりたかったか、エリを助けたかったか。ルミリオン、全て汚らわしい現代病だ。お前のようなやつを治してやるのさ、エリの力で。サキー、その名は捨てたと言ったはずだ。仲間。
始めるか。個性が消された。イレーザーヘッド、いい加減に。個性を消した。このまま畳みかけろ。起きろクロノ。長身が刺したものは動きが遅くなる。二人まとめて串刺しにしたつもりでしたが、さすがヒーローだ。瞬きが止められない。クロノは確実にやられていた。だがルミリオンは気づけなかった。俺がクロノの頭を修復しダメージを直していたことに。側近の二人、部屋近くにも一人、そしてボロボロの地先。一人でここまで。すごいぞすごいぞミリオ。くっそ、どいつもこいつも邪魔しやがって。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。俺も暇じゃない。こんなんじゃ怯えろ。無駄だ。足を使う。ほら、つい。投げる。触れるの。どうやって？効かない。防御も。足を使う。シュート。投げる。挑戦的だ。これくらい。いいから。次。飛ばす。無駄だ。先に手を出したのはお前らだ。なくなる。それでも壊す。つい壊す。速度を上げて。倒せ。歯向かうな。僕は諦めない。薄い。ヘイオー。ヒーローに。ああ汚いな。これだから嫌だ。ニューストーリー。台無しにされてたまるか。なあ根本、嫌だよな。俺がこんなところで終わるのは。症候群の病人どもがこんな奴らに俺の計画を台無しにさ。全ては無に帰した。仲間が来ようが全員死ぬだけだ。始めるか。潔癖の毛があってな、触られるとつい頭に血が上ってしまう。ここまでされたのは初めてだ。悲しい人生だったな、ルミリオン。エリに、俺に関わらなければ個性を永遠に失うこともなかった。夢にかかったままでいられた。永遠に失う。失ってなお粘って、そしてその結果が仲間を巻き込み全員死ぬだけなんてな。まずはお前からだ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。じゃあ俺に関わる。力を投げる。ディア。
計画は狂わない。無駄だ。お前じゃ俺を倒せない。こいつの相手は私がする。緑よ、貴様はルミリオンとエリちゃんを。了解です。こいつがルミリオンの死か。諦めろ。始めるか。個性破壊弾は完成していて、ルミリオンに使用したということか。それを隠すためにこそこそ逃げようとしていたと思っていたが、よっぽどルミリオンが怖かったか。どけ。相手をよく見て予測して動く。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。別段早いわけじゃないが、よく見た。なるほど、こいつが死か。君の知恵を、私を信じてくれて強くなったお前を誇りに思う。守りたい者が無事を。動くなよ。くだらねえ。自死かじこせ。見抜いて触るな。口出しだ。なるほど。やめろ。ここだ。負けられない。親父と俺さえいればまともじゃない。いらしてろ。決定邪魔を押されてる。そこか。いいのか。残る。ここ押されている。じゃあここ邪魔を。おお、破壊を。消えろ。殺す。来るな。残る。殺す。諦めろ。食らってろ。小賢しい。壊してやる。明るい未来を。俺の計画は狂わない。未来は変えられない。見てしまった。私と緑谷が殺される未来を。20%。小賢しい。脳底
一撃マンチスタースマッシュ。いくら早かろうが単調な動きだ。お前は求められてない。私のせいで、この人。始めるか。ああ、そうやってルミリオンにも粘られた。諦めない人間の底力は侮れない。だが、死にかけだからこそ餌になる。お前のせいでまた死ぬぞ。これが望みなのか、エリー。私は望んでない。エリー、こいつ一人でこの状況なんとかなると思うか。思わない。ならお前はどうするべきだ。戻るから。私のせい。エリン、始めるか。自分のせいで他人が傷つくより自分が傷つく方が楽だ。戻るから、みんなを元通りにして。まだルミリオン一人の方が望みはあった。やつで芽生えかけた淡い期待が砕かれた。気づいているか、エリにとって最も残酷な仕打ちをしてることに。お前は求められてない。緑谷、もう帰られない。見てしまった。私と貴様は殺され、エリちゃんの保護もかなわない未来を、チサキが逃げおおせる未来を。そうだとしても、君は泣いてるじゃないか。誰も死なせない。君を助ける。どこまでも病人だな。お前らにもう勝機はない。こいつを見ればわかる。絶望に暮れ、先のない未来を悟るとき、人はこういう顔をする。奴の目にもう光はない。いい加減諦めろ。始めるか。お茶子ちゃんたちが地下に落ちる少し前、私たちはジン君の個性で厚弘君のコピーを呼び出し、地下から通路を作ってもらい、地上へ出ることができました。見ろよトガちゃん、俺じゃないぜ。あっちの方、下ではオーバーホールが戦ってるだろ。そこにこいつらを誘導するんだ、トガちゃんの変身で。ジン君、それならお茶子ちゃんとつゆちゃんとお話もできるし、ヒーローも極道もぐちゃぐちゃにできますね。私も賛成です。イズク君の血があるんです。ウララクサ、テク君、小僧、お前の相手は俺だ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。デクちゃん、なんでここに。私は応援を呼びに来た。あっちの十字路の真下にターゲットがいる。黒が戦って足止め中だ。加勢を。十字路、了解。これまでの成果を。大丈夫かな、トガちゃん。アンチを信じてるぜ。
来なさい、おじさんドギマギしちゃうから。作戦は大成功です。どうかこの戦いの果てにヒーローも極道もぐちゃぐちゃのボロボロに。俺の計画始めるか。エリが俺の手元に戻ってきた。厄介だったルミリオンとその死も倒れている。まだだ、まだこの計画は死んでいない。そう思った矢先、またヒーローどもが天井を突き破ってきやがった。いや、この空いた穴からエリを抱えて外へ出れば。させるか！しつこい。まさか。あれは俺の娘の子供だ。あのバカ娘、あの子は呪われてると言って捨ておった。ある日旦那があの子に触れようとしたら消えちまったらしい。呪いなんかじゃねえ、ミューテーションつってな、類似しない個性がごく稀に生まれると聞く。世話ついでにあの子の個性調べてあげてくれや。こいつは恐ろしいな。修復だとか直すとかそういう次元じゃない。これは巻き戻す個性。掴んだ。もう離さないよ。返せ。ファイナルラウンド、俺も暇じゃないよ。開かない。足を使え。無駄だ。投げれ。怯えろ。どへ。足を使え。こんなんじゃ。投げれ。これんだ。消え去れ。俺が崩すのはこの世界。やっ、切り込む。まずそう、消え去れ。消え去れ。刺さる。思いっきり
まずそうだ。消え去れ。おら、加減に消え去れ。刺さる。消え去れ。それでも押されるか。思いっきり俺の計画が。いいぞ、こっち掴んできてる。俺も暇じゃないんだ。開かない。怯えろ。足を使う。ほら、引かないぞ。触れるぞ。浅い。ほっ、無駄だ。怯えろ。ここから。なんじゃ、おじけづいた。怯えろ。このあたり邪魔ばかり。ここからでも。ここ思いっきり、かわしい技で倒せ。つい、消え去れ。刺さる。消え去れ。僕は諦めない。俺が崩すのはこの世界。せされる。消え去れ。刺さる。消え去れ。それでも救う。からっちゃならず。倒せ。そうだ。なんじゃ。加減に。まずそうだ。消え去れ。エルケイオ。計画か。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。俺も暇じゃない。くれるぞ。ついここから。怯えろ。投げれ。足技だ。こんなんじゃ出ていく。私をほら、や壊すぞ。これに出せる。邪魔ばかり。どへ。触れるぞ。切り込む。ほっ、足を使う。こんなんじゃ。壊してやる。お前も世界も怒らせる。ヤツが開かない。見上げれ。かける。これに足を使う。触る。ここからせーの、食い込め。計画か。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。俺も踏み上げれ。こんなんじゃ大丈夫。くれるぞ。足を使う。浅い。怯えろ。無駄だ。くれるぞ。ここから。引かないぞ。
先に手を出したのはお前らだ。避けんな。怯えろ。諦めない。なんじゃ。さあ、思いっきり倒せ。倒れ。倒れ。ついここか。思いっきり。触る。消え去る。それでも加減で壊してやる。お前も世界も。どきゃ。僕は諦めない。邪魔。刺さって。ヒーローに。汚いな。これだから嫌だ。ニューストーリー。上に逃げたか。クソ、だから触りたくないんだ。使い方も能力も教えてないのに。エリー、ダメだ。お前は俺のものだ。親父の宿願を果たすためにお前がいるんだ。まずい、また融合を。大丈夫だ。君たちが今標的にされることはない。奴は緑谷とエリちゃんを追って地上へ出る。そして緑谷を殺す。親父の宿願を果たすためにお前がいるんだ。